ブロントスコルピオは巨大なサソリと思われる化石節足動物の一族。古生代デボン期に生息したブロンタスコーピオアングレカスという一種の実によって知られ、ハサミの極部の実が発見される。ブロントスコルピオの唯一の化石標本イン3万1405は、基部が太く、先端ほど尖りながら湾曲した硬質の構造体であり、イギリスのウスターシャー州。 トリンプリーのシルルキ末期でボンキ前期の地層から発見された。この化石は、キチン室の外骨格と基部の関節構造によって、明らかに、脊椎動物の骨ではなく、節足動物のハサミに由来する、可動指であることがわかる。最初に発見される頃では、ダイオウミサソリ科のハサミ角に由来する、可動指と考えられていたが、この可動指は、その分類群において、 特徴的な葉を描き、代わりに、サソリのフレッシュの可動指において、特徴的な湾曲構造やコブがあるため、クジェルズビグウェイリング1972によって、サソリの右フレッシュに由来する可動指と判断された。また、この可動指は、他のサソリに見られない独自の特徴もあるため、親族新種のサソリブロンタスコーピをアングレカスとして記載されており、 可動指の基部は三角形で一つの関節球のみを持つことと内縁に大きく丸いコブが分厚く並んでいることが同定形質として定義される。なお、サソリの中でブロントスコルピオの分類学的位置は未定である。基地唯一の可動指の化石であるイン31405は全長9 7 5トルだが先端はやや欠損しているため、 もともとは1 0トルほどであったと考えられる。可動指の形に基づいて、ブロントスコルピオのそれと体長の比率は、ベイジョビス族の原生サソリに近いと考えられた。ウィリアムズ1970に記載される、原生サソリの比率に基づいて換算すると、ブロントスコルピオの体長は、私有それぞれ9 1 5センチメートルと9 4トルに及ぶと推測され、 記載がなされる頃においては発見史上最大のサソリとなる。その巨体に加えて化石も水生動物であるウミサソリや魚類を多く含んでいる体積層から発見されるため、ブロントスコルピオはおそらく水生でウミサソリのようにエラで呼吸していたと推測される。AB ホーセロワークスブロンタスコーピオ fossilworks.org 2021年1月23日、閲覧。a b c ダンロ l o p j.a., penny, d.and.jecl, d.2020, a s ム m m a r ス list of fossil spiders and their relatives, in-world spider catalog, natural history museum e l オンラインアッ e h t t p コロンススララッッシシュュ w s c n m b e c h バージョン20.5ハット a, b, c, d, e, f, g, h, i, クジェルズビグウェイリングエイリクエヌブロンタスコーピオアングレカスエイギガンティックローワーペイリアズウックスコーピオンフロムセントラルイングランドジャーナルオブパレオントロジー46 3942、一瞬0022から3360、http コロンスラッシュスラッシュ www.jstor.org スラッシュステーブルスラッシュ1302906、ウィリアムズ、SC1970、スコーピオンハウノブバハカリフォルニア、メキシコ、プロク、ケイリフ、エイキャド、サイ、37、275から332、 ありがとうございます。